こんにちは、細木香織です。今日も YouTube チャンネル始めます。前回に引き続きですね、今日は、私が、島村で買い物をした服で島村コーデをしてみたいなと思います。前回ご覧いただいた方は分かるかと思うんですけれども、たまたまですね、ちょっと移動中に大きな島村を見つけまして、急遽寄ることになりまして、買い物をすると、そして私のコーデ、ジャイ子さんのコーデ、みゆちゃんのいろんな買い物、それを30分で済ませた結果のコーディネートでございますので、ぜひ皆さんにも今日は楽しんでもらえたらなと思います。先生。はい。はい。おどうでしょう。こちらの洋服は島村で買いました。どこからどこまで島村ですか？まあ、私はやっぱり服にちょっと自分が持ってる小物を、プラスしたらどうかなと思ったんで、まあ、このスカーフはエルメスです。あ、それはエルメスですね。はい。このベルトはドルチェです。はいはいはい。で、バッグはこれシャネルです。で、これ、この靴もエルメスです。なので、このブラウスと、こちらのズボン。こちらは島村でございます。こちらのブラウス、なんと、税込み1419円でございます。安いよね。すごくない？で、このズボン、このズボンも税込み979円。1000円いかないんですか？いかないんです。1000円いかないんだよ。だからこれトータルで2000ちょっと。まあこういう感じでも全然いいと思いますし、すごいなって感じ。すごいなって。あ、後ろがちょっとあれですね。そう。デザインあるんですね。デザインがちゃんとこうあるんでね。すごいと。サラッとしてるしさ、いろいろなバージョンで使えるなと思って、今私このグリーンでコーデしましたけど、もう白いパンツとかでもいいし、デニムでもいいし、あとまたベルトしないでダボっと合わせてフレアパンツに合わせてもいいし、何パターンにもこういろいろ変えられるなと思って、すごいな、島村、恐るべしです。先生お願いします。はい。お、また全然違う感じきましたね。はい、今回はちょっとスポーティーに、ちょっとみーちゃんとお散歩とかそういうイメージにしてみました。どうでしょう。これはどこからどこまで島村ですか？これですか？これバッグはヴィトンで、靴がエルメス、あとは全部島村です。まあ、ポイントはちょっとグレーでコーディネートしたいなっていうのがあって、ですごいこの切り返しとかもついてるので、まあ、ラフにバサッとこう切れるし、ここまた同じ素材じゃなくて違う素材のまた同じ色の系統のグレーのフレアを持ってくることで、ちょっとエレガントさもありながらカジュアルにもいけるかなと思ったんで。え、すごい可愛いです。可愛いよね。着やすいし、だってこれこのあれですよ、このロングワンピの T シャツ税込み1089円ですか？安いな。1089円。これかわいいよね。これ本当私レギンス好きだからレギンスでもいいなと思って。このパンツね、こちらも税込み1089円でございます。安いですね。だからもう2000円ちょっとで、まあ、ちょっと自分の持ってる小物とか足したらすごいいい感じ。だからこういうのに私はもう全然バーキンとか持ってもいいと思うんですよ。もうそういう感じでいけるんじゃないか。2000円の服でバーキン。そう。だからなんかまあちょっとトータルコーディネートしてみたら可愛いなと思いました。楽なんだもん、これすごい。だからもうこうやってほらしゃがんでも全然楽だし、だからこれゴムなんですよ。ゴムだからちょっと食べ過ぎでもいいし、まあちょっとこれオーバーサイズだし、あんまりお腹食べた後お腹出ちゃっても分かんないよね。先生お願いします。はい。どうでしょう。はい、かわいい。これ島村ですか？島村です。これはちょっと私もあれって思いましたね。
このワンピースは島村で見つけたんですよ。すごいですね。これちょっとなんか可愛くないですか。うん、まあこのバッグとベルトと靴はこのお揃いの私が持ってるドルチェのものなんですけど、でこれちょっとお値段、お値段税込み1969円です。安っですからこのワンピースは2000円しないということで、まあちょっとこれであの小物を、うん、まあいろいろ今私このちょっと差し色でしましたけど、あのちょっと太めのあのベルトでオールブラックで行ってもいいですし、まあちょっとこれでまたエルメスのショールとかしたら全然違うし、これで2000円しないってすごくないってちょっと思いました。レース、そう、なんかレースでここに透け感もあって、でちゃんと中のインナーもついてるんですよ。だからここからは下は透けないようになってるし、だからなんかあのいつも言うように小物とか長く使える、大事にね使えるものとか思って、それをポイントに入れても、あの本当にこのワンピース使えるなと。ね、そうだってこれ今あれですけど、これベルト外してもまあね普通に本当だ全然可愛いから、まあちょっとここにあのパールのネックレスしたりとか、まあ、ちょっと長めの、まあ、ご自身が持ってるもの、まあ、ベルトなくても、あとなんかもう靴とかはね全然あの黒いエナメルとかでもいいですし、オールブラックで行きたければちょっと可愛いんじゃないかなと。すごいな島村。うん、先生お願いします。はい、はい、どうでしょうか。また全然違う感じで、はい、そうなんですよね、これね、まあ、これはあのさっき履いたパンツです。でこれ上があの割とこうフリルが効いていて、であのここもあのなんていうんですか、これストレッチが効いてるんで動きやすいんですよね。そんなデザイン持ってるんですね。そうだからなんかちょっといろんな組み合わせによって変わるなと思って、まあ、やっぱりこれはあの私さっきのこのビトンのカバンと、あとこれはエルメスのローファーなんですけど、こうやって合わせると可愛いな。そんなアバンギャルドな上着があるんですね。そう、これ結構ほら映えるよね、なんかこう顔周りにフリルがあって。でもこれ値段ですよ、気になるのが。税込み1089円です。安っでこちらはまあさっきと引き続き1089円同じです。だからこれももう2000円ちょっとでしょ。なんかねデザイン性もあって1089円って、なんかやっぱこう顔周りにねこういうフリルがあるとすごいこう華やかになりますし、いや絶対1089円には見えないと思うんだけどね見えない、はあ、なのでまあね、ジャイコさんのおしゃれ度アップしましたしね、私もちょっとなんかこういうの変えましたし、どうでしょうね皆さんの反響はね。次回まああの本当にあのこのコーデが楽しかったっていうことがあれば、また次にちょっと GU とかユニクロとかザラとか、まあ、どん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 こうちょっとステップアップしていきながら、まあ、いかにジャイコさんが多くの服を手にできるかまあこれに、かかってますので、ぜひ皆さん高評価の方よろしくお願いします。ためになる話や私のプライベートを公開しています。高評価、チャンネルの登録をぜひよろしくお願いします。